みそちゃんと仲良くなった。あ、みそちゃんね、なんかね、すぐ寄ってくる。仕事座ったらね、なんか、すぐ来て、すぐ、こう、スリスリって、撫でたまえ、つって。撫でたまえってしてくる。みそちゃん、可愛かったね。でも、まあ、でも、しょうがアレルギーなんで、まあ、触る分にはね、別に平気ですけど、触った後だよね。その、猫の毛が、まあ、粘膜系に触れるとアレルギー出てきちゃうんで、もう鼻はぐじゅぐじゅして、目はかいかい、もう真っ赤でした、目。目真っ赤になりながら。チョコさんのお洋服にはもう毛がいっぱい。あーっつって、あー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 って。まあでも昔ほどアレルギー強く出なくて、まあ昔はね、しごさんも喘息も一緒に起こしてたんだけど、今はまあ目かいかい、鼻ぐじゅぐじゅ、まあ花粉症ぐらいの、あれだったから。まあ、鼻ちゃんちは大丈夫だよ、別に。前は、だから、猫に触らなくても、猫がいるお家っていうだけで、そのアレルギー出てたんだけど、まあ、さすがにね、直接触れたらね 直接触れたら、そりゃ、出るよね、さすがにね。撫でたまえってしてくるから もう、それはもう、しょうがない。向こうから来たんじゃ、もうしょうがない、それは。横さんから追いかけ回しはしないけど、ね、向こうから来てしまったらもうそれは。ああ、はい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 つって。はいはいはい。イスターズともね、ちょっと一緒に遊んできた。コンペイ君はそんな寄ってこないかもね。みそちゃんの方が慣れると寄ってくるかもね。お腹見せて撫でるのはちょっと初めてだったから、ちょっと動画撮らせてもらって。めちゃくちゃ可愛かったんで。はい、じゃあこれ、アップしていい？つって。おすそ分け。しかもなんかコロ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 泣いてて、おー、なんかくるくるくるって言ってるみたいな。ヨコさんはあんまりこう、昔から猫ちゃんにあんまり好かれないんで、まあアレルギーとかね、あるし、犬飼ってるとかもあるのかもしんないけど、こんなに懐っこい猫は、なかなかね。ね、賢秀さんがね、やってる公演、舞台をね、見に行って、そう、初めてね、そう、舞台を見たんだけど、いや、なんか、すごいね。すごいね。面白かった。いや、すごいなーって、普段見てる賢秀さんとは違う賢秀さんがそこにいて、いやー、やっぱ、なんだろうな。こう、声優さんでもあるけど、やっぱ役者さんっていうか、ねえ。すごいなぁ。迫力あって。いや、面白かったよ。面白かった。映像とかで見るのとはまた違う、ね。生でね。目の前でこう、舞台をやってるっていうのは。いや、いい経験でしたね。公演後はね、すぐ帰っちゃった。衣装さんにちょっとお会いしたかったけど、まあ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 。また次の機会で。